介します。はい、それではご紹介しましょう。まずチャンピオンです。リトルハグラーの意味を持ちますサウスポーフレディ・ノウッドです。ホームタウンはアメリカ・ミズーリ州セントルイズ。年齢は28歳です。アマチュアで86勝4敗の成績を収め、89年にプロデビューしています。92年にはノンタイトル戦で現在 IBF 世界スーパーバンタム級チャンピオンのあのブヤニ・ブングに8回判定勝ちしています。そして今年の4月、ウィルフレド・バスケスが返上しました WBA 世界フェザー級の王座決定戦でアントニオ・セルメニを大差の判定で下しタイトルを獲得しました。今回が2度目の防衛戦となります。成績は31戦30勝1引き分け、30勝のうち19の KO 勝ちがあります。そして挑戦者はパンチ型才能テクニシャンルイス・メンドーサです。ホームタウンはコロンビアのサン・オレフレ。年齢は33歳です。85年にプロデビュー、90年にルーベン・パラシオと引き分けますが、再戦で3回 TKO 勝ちし WBA 世界スーパーバンタム級タイトルを獲得。4度防衛後ラウル・ペレスに判定負けし王座を失っています。その後93年にウィルフレド・バスケス、94年にはエロイ・ロハス、そして95年にレジリオ・トゥールに挑戦しましたがいずれも敗れ世界王座復帰を阻まれています。今回7年ぶりにチャンピオンの座に返り咲くことが果たしてできるんでしょうか。戦績は45戦37勝6敗2引き分け、37勝のうち20の KO 勝ちがあります。はい、ベテラン面倒さが小型ハグラノーウッドに挑みます。はい、非常に楽しみな試合であります。はい、さあ早速ですね、安田さん試合の方に参りましょう。はい、この試合は7月10日ですね、アメリカフロリダ州マイアミミコースキーインディアンゲーミングで行われました一戦です。この試合はハイライトでお送りいたします。どうぞ。Ladies and gentlemen, from the Miccosukee Indian Gaming Event Center near Miami, Florida, Tribal Chairman Billy Cypress. Ladies and gentlemen, Top Rank Incorporated, in association with Budweiser, the undisputed, undefeated King of Beers, This Bud's For You presents the ESPN Main Event of the Evening, 12 rounds,For the WBA Featherweight Championship of the World. Ring officials assigned by the World Boxing Association, President Gilberto Mendoza, Supervisor in attendance from Venezuela, Julio Castillo. Your judges at ringside are from Boca Raton, Florida, Mark Streisand, from Venezuela, Luis Rodriguez, and from Canada, Gilbert Earl.Your referee for this event, refereeing in his 34th championship bout from Tampa, Florida, your third man in the ring, Brian Gary. Introducing now the principals first in the red corner to my right, wearing the yellow, blue, and red trunks, weighing in at 126 pounds, with a professional record of 37 wins, 6 losses,Two draws and 20 wins coming by way of knockout. He hails from San Onofre, Colombia, the former WBA Super Bantamweight Champion of the World, Luis Enrique Chicanero Mendoza. かつてのスーパーバンタムのチャンピオンです、ルイス・メンドーサ。His opponent in the blue corner.Wearing the blue trunks, silver trim, weighing 125 and a half pounds. His professional record reads. これパーネルビテカーの例の仕方です。No defeats. One draw and 19 wins coming by way of knockout. He hails from St. Louis, Missouri, in the U.S. of A. The WBA featherweight champion.2度目の防衛戦です。チャンピオンフレディ・ノーウッド。
WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ、アメリカはフロリダ州マイアミで行われます。さあ浜さん、はい、この一戦はどこに注目されますか。まあ、チャンピオンのノーウッド、自信満々の表情でしたけどね、まあ、この選手のバランスの良さ、そしてディフェンスの良さ、そこを注目したいですね。そうですか、はい、さあ両選手が両コーナーに分かれます。まもなく試合開始のゴングです。ルイス・メンドーサ、挑戦者が勝ちますと2階級制覇ということになります。随分身長差ある感じしましたね。そうですね、さあ間もなくゴングです。メンドーサが171センチ、ノーウッドが165センチであります。さあいきなり来ました、青のトランクスがフレディ・ノーウッドです。そして黄色のトランクスがルイス・メンドーサ。サスポースタイル、非常にいい動きを身上としています。小型ハグラーの異名を取っています。スピーディーなサスポー、フレディ・ノーウッド28歳です。一方ルイス・メンドーサは33歳になりました。現在のランキングは14位。おっとっとっと、相手をよく見ています。ノーウッド、ヒーロントランクス、メンドーサは37勝して6敗。ルイス・メンドーサベテラン46戦目、一方のチャンピオンは32戦目になります。おっとちょっとバランスがというのももつれてしまいました。挑戦者メンドーサが足にしがみついたんですね、はい、なるほど、その上から叩き潰した状態ですね、このベルトライン後ろにはハグラーと入っています。チャンピオンのフレディ・ノーウッド、そしてこのベルトの前面にはノーウッド、自分の名前を入れています。青のトランクス、チャンピオンのフレディ・ノーウッド。小泉さん、このルイス・メンドーサに対するこう印象というのはどういうのをお持ちですか。まあ懐かしい選手ですよね、まあ、レジリオ・トゥールに負けてですね、はい、その WBO の、まあ、ジュニアライトですね、今でいうスーパーフェザー級タイトルに挑戦して負けてから約3年間ブランクして、カムバック戦1勝して、それでこの試合ですからね、ブランクの影響というのはやはり私はまだあると思いますね。そうですか、というルイス・メンドーサ。ただしメンドーサというのはですね、はい、やはりうまくてバランスのいい技巧派の選手ですね。左のフックを受けましたがブロックしています。メンドーサ98年6月6日にエドワード・バリオフという選手と戦っています。これが復帰戦でした。それからおよそもう1ヶ月のインターバルしかありません。ルイス・メンドーサ、右のフックを振っていきます。ですから浜田さん、まだ影響が残っているだろうと思われるのもこれ当然のあれですよね、推測ですよね。まあやっぱりこれだけの期間ですからね、はい、特にスピードで勝負する選手というのはちょっと後のフランク相当な感に鈍りますからね。ここでゴングです。第1ラウンド終了しました。まあ、1ラウンド目は積極的に左に打ち込んできましたこのチャンピオンのノーウッドですね、はい、チャンピオンのノーウッドが第1ラウンド制しています。ルイス・メンドーサ、挑戦者に関して言いますと、そのレジリオ・トゥールと戦ったのが95年9月16日この日からその復帰戦までを計算しますと2年と9ヶ月、まあ、およそ3年といってもいい大きなブランクです。ルイス・メンドーサ、一方のフレディ・ノーウッド、サスポーであります。リトル・ハグラー、小型ハグラーの異名を取りますフレディ・ノーウッド。浜さん、今日お伝えしました第1試合のティム・オースティンもサスポーなんですが、両者のサスポーの違いというのは何かありますか。やっぱり、オースティンの場合は距離が長いですよね。はいはい、そして、まあ、距離が長いからストレートから打っていきますよね。このリトル・ハグラー、ノーウッドの場合はやっぱり
そんなに上背もないしリーチもないんで、はい、ディフェンスをしっかりしながらじわりじわり前に出るというスタイルですね。あ、なるほどね。同じサウスポーでもやっぱりだいぶスタイル違うんですね。そうですか、はい、というチャンピオンのフレディ・ノーウッド、前回初防衛戦は6月13日に行われました。ヘナロー・リオスという選手、ニカラグアの選手だったんですが、8ラウンド TKO 勝ち、3度ダウンさせました。ニュージャージーで行われた指名試合、これを下しましてこの2度目の防衛戦に進んできていますフレディ・ノーウッド。あ、ということはこちらのノーウッドもおよそ1ヶ月しか小泉さんインターバル空いてないということになるんですね。そうですね、まあ間隔短くですね、はい、その防衛戦重ねていくチャンピオン、ファイティングチャンピオンと言って、おーとと、どうあった、左打ち込んでいった、ダウンだ、ダウンか、今倒れたところで落ちましたね。これを注意を与えておいてカウント続行させます。まあ倒れる前の右フック軽いパンチでしたけど、さほど表情を見ますと影響はないでしょうですが、フレディ・ノーウッドがかなりエキサイトしました。これ注意を与えられて、あ、減点じゃないですか今、注意ですかね、注意でしょうか。まあ一本指立ってましたけど、立てましたね。しかしそのダウンはカウントを入れてました。おっと左です、左ダブダブルで持っていきます。まあ、もし注意とするとダウンロープに倒れたところを打ったということでしょうね。でしょうね。あの肘でですね、相手をこうしてロープに押さえつけるなと、そういう注意だったんですね。ただ減点みたいに見えましたけどね。そうですね、スピーディーな動きです。左ダブルトリプルで持っていきますフレディ・ノーウッド。ただし減点の時はですね、四方に、まあ、三方に向かってですね、減点1減点1って言って指示しますね。それをしませんでしたよね。そうですね、コーナー決まっています。動きが止まりました挑戦者ルイス・メンドーサ。だからレフリーの方はですね、注意するときですね、指でですね、お前ダメだぞっていうのをやるとですね、ちょっと紛らわしいんですよね。減点とね、受け取られるかもしれないということですね。残り40秒いきます。勢いを感じさせますフレディ・ノーウッド。指さしてもいいんですけど、指を立てるとですね、本当に見てる方、遠くで見てる方は分かりにくいですね。なるほど、この試合はチャンピオンのノーウッド、ずいぶん狙ってますね。左から右を返していきます。もう少し柔らかくスムーズに打つ選手なんですけどね、ずいぶん狙ってますよ。まあ相手が長いブランクを経て、これが復帰第2戦ということもあります。その辺を考えて攻め込んでいっているんでしょうかフレディ・ノーウッド。第2ラウンド終了しています。ポイントは10対8、チャンピオンノーウッドですね、ダウンありましたね。で、私はダウンのように見えましたけど、あれはダウンでは多分ないでしょう。ダウンだったらですね、そのコミッション席を見て、そして各ジャッジにですね、限定の指示すると思いますけどね。これダウンシーンですね。これダウン、うわ、うん、それを倒れたところを打ったっていう、その、はい、この注意ですかね、ダウン、減点ですかね。これは減点してもいいですね。コミッション席に何か今喋ったような感じしましたね。この後ダウン、減点があったのかもしれません。ただですね、カウント取りましたからね。そうなんですよね、ダウンはダウンとして取って減点したかどうかでしょうね。小泉さん、その辺はですね、そのレフェリングの上で矛盾はないんですか。ダウンを取りながらも減点を取られたという、まあ、当然矛盾はありますよね。だからところがここはレフリーの判断ですよね。なるほど。ただそのダウンの直前のですね、プッシングで相手バランス崩したその後を打ったと、いうことになるとですね、当然そのダウンは無効であってしかるべきですよね。第3ラウンドに入りました。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチです。このフレディ・ノーウッド、現在はチャンピオンですが、87年まではストリートファイトに明け暮れた毎日を過ごしていたということです。その後人生が変わりました。フレディ・ノーウッド、随分ノーウッド打ちに出てますよ。その後ボクシングを覚えました。89年ナショナルゴールデングローブの準優勝、それから86
6勝4敗というアマ成績も残しましたフレディ・ノーウッドであります。あの小泉さん、あのブヤニ・ブングに勝ったこともあるんですよね。そうですね、だからブングがですね、あのチャンピオンになる前にですね、そういったキャリアを経ましてフレディ・ノーウッド、ここまでやってきています。これがチャンピオンになりまして2度目の防衛戦、まあ、本当に、まあ、簡単ではありますけれど、紆余曲折の末、ここまでたどり着いたという形であります。ただボクシングは最近ちょっと変わってきましたね。どう変わりました？前はですね、もっとハグラーのイミテーションみたいにですね、右をよく使いましたね、右で相手を作って崩してから左持っていってたんですけど、この頃はですね、もう右はもう距離測るためにちょんちょんちょんと出すだけで、左を積極的に出していきますね。でバランスもちょっと左へ、今みたいにですね、積極的に左へ傾き出しましたね。残り1分切ります。こうして左へウェイトを乗せといてですね、それでシフトウェイトって体重の移動でですね、はい、あの左を強く打つように打ち込んでいくようになりますね。おめでとうです。残り30秒切ります。ガードはですね、このノードのガードはですね、右のガードは、右のディフェンスはちょっとよ、はい、空いてますね。あ、空いてる、はい、だから右のテンプルとかですね、そういう、まあ、耳の下アンダーゼイヤーって言うんですけど、そういうところは打たれますね、このスタイル。そうですか。おっと、左に当たりました。いきなり乗っていきました。来ましたよ。動きが止まりました。コーナーです。あ、しかしゴンが鳴っています。ゴンが鳴っています。ゴンが鳴っています。ゴングに救われた格好になりました、ルイス・メンドーサ。あー、また効いてますよ。あ、まさ、いい左でしたね。また効いてますよ、今のは。あー、コーナーに帰ってきましたが、どうでしょう。まあ、ポイントは10対9ノートですね、はい、最後の左でその相手にダメージ与えましたね。その最後の瞬間でしょう、このコーナーで取りました。これ来ましたね。浜さん、これゴングに助けられたってすごいですね。助けられましたね。もう少し時間あったらダウンあったでしょう。その後何の抵抗もできなかったんですから、インデマイ瞬間的にね。聞いてましたから、さあ第4ラウンド、当然ながらチャンピオンフレディ・ノーウッド詰めていきます。ノーウッドは1ラウンド目からノックアウト狙ってますね。こんな感じですね、まるでミドル級のハグラーを思わせるような、そんな KO を狙っているんでありましょうか。もう少しリズム軽に、はい、そうバランスよく動く選手なんですけどね。本来の持ち味はちょっとね、はい、今殺してますね。これが2度目の防衛戦になります。前回の音、おっ、返す左、返す左、ちょっとスイッチしてですね、左を振りって、それで右を返しました、はい、ちょっとまあ空振りしましたけどね。あ、そうですか。スイッチは、まあ、サウスポーあるいはオーソドックスタイルか、その反対のスタイルになることでありまして、これはサウスポーですから、今先ほどはオーソドックススタイルになったということになります。まだ左のストレート、もう一回で狙ってますね。あ、狙っています、狙っています。一発で、倒そうという構えですね。照準を定めています。左、この右、ものすごいフェザー級とは思えないようなパンチを飛ばします。いや、身を返します。ボディロー、丁寧に丁寧にルイス・メンドーサが行きます。この機会やりました。またボディブローか、ブリンチします。まだ残り1分あります。ルイス・メンドーサ、先ほどまあ、青やダウンかと思われるようないいパンチをもらってしまいました。まだあれが王を引いてますかね。まだ効いてますね。攻め込まれています。ルイス・メンドーサ、ベテラン選手。まだ効いてるんだ。ノードはパンチの数を多く打つといいんですけどね、このリズムになってしまってるんで、なかなか耐えきれないところありますね。足を踏ん張って一発振る構えですか。はい、ロープを背負ったままです。挑戦者、左ボディブロー。
左のフック一本やりですね。第4ラウンド終了です。メンドサとしてはあの左フック振ってきた時に左フックをですね合わせるとですね、はい、このノードのその右っていうのはですねもうディフェンス考えてないですよ、ところがあれが結構早いんですね。フック振ってますけれどストレートじゃないんです、外側から来るんですけど結構早いんであれに圧倒されて交代してるんですけど、あれをヘッドスリップして左フック合わせるとですね当たりますね。ポイントはノードです。10対9です。この試合はハイライトでお送りしています。続いて第7ラウンドです。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ。まあもともとこの WBA のフェザー級タイトルはウィルフレド・バスケスが持っていたタイトルでありまして、春まで持っていました。で4月に指名試合アントニオ・セルベニョとの、対戦がこれそういう運びになっていたんですけども、セルメノがハメドの方、バスケスがハメドの方に行ってしまったんですね、対戦。そうなんですね。そのためセルメノと王座決定戦ノーウッドが行いまして、それに勝ちましたノーウッド、現在のチャンピオンであります。バスケスの最後の WBA タイトル、それで前線したですねニカラガのサースポーのですねフットワーカーヘナロリオス、これとだからその、まあ、新チャンピオン防衛戦やったんですね、はい、まあ、指名者をやってでこれはもう TKO でやりましたよ ね、 そ、 うですね。それが6月13日ニュージャージー州アトランティックシティ、この6月13日というのはあのデラホーヤ対シャルパンティエ戦があった日でありまして、ボクシングファンの関心はそちらの方に行ってしまったという記事が流れています。珍しいですよね、そんなビッグファイトがある同じ日にですね、まあ、別のところでですね試合するっていうのはね、しかもこれ小泉さん同じトップランクの試合ですよね。そうですね、ということが話題。おー、ギザ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 チャンピオンくらついた、いやノック。さあ、メンドーサ2回目セーフダウンにはなりますか。ガゼンメンドーサ大きなチャンスを掴んで後世に転じています。時間あります。グラッツしました、交代します。ノーウッドチャンピオン詰めに行っていますがちょっと焦りました。さあフレディ・ノーウッドどうしますか。チャンピオンまあ手渡しません。チャンピオンの手が完全に止まりました。動きが止まりました。ボディを打ち抜きました挑戦者。おーっと左でストレート、回復力も早いですね、チャンピオン。これ立ち直ってきましたか、回復してきたか、打たれた瞬間聞きましたけどね、回復力早いですね。一瞬棒立ちでぐらつきましたチャンピオンのフレディ・ノーウッド。早くも回復か。残り30秒あります。まだチャンスはありそうです。ルイス・メンドーサ、いや立て直しましたか。あんなに回復しましたね。というよりメンドーサが攻めないからですよ、いやナイスカウンター、ナイスカウンターになりました。あ逆に来ましたよ、今早いカウンターであります。左うーっと攻めるところから攻め込まれ始めました。挑戦者ルイス・メンドーサ、この辺が長いブランクのその現れてしまったところなんでしょうか。第7ラウンド終了です。まあ、ポイントはこのラウンドはメンドーサのポイントですね。まあ、左フックでぐらつかせましたからね。メンドーサのいいパンチがありました。さあそのシーンですが、あサウスポーが気をつけなければいけないパンチですよ。いや浜さん今ガクンガクンとなりましたね。いや今来ましたね。よく倒れませんでした。あ今のはサウスポーが気をつけなければいけないパンチ。そうですあのサウスポーは相手の左フックというのはクールが近いわけですよね、はいはい、見えたあと思った時の襲えば結構あるんですね。あの距離であのガード危なかったですね。第8ラウンドです。しかし浜さんこれでノーウッド気持ちが引き締まりましたでしょう。そらく上げてきましたよ、あの右上げてきましたよ今。あ本当にガード上げてきましたね。あそうですね、先ほど小泉さん指摘したんですがガードがしっかりと上がってまいりました。まあ自信満々で行ったんでしょうけどね、食ってしまったなと。なるほど、油断大敵だと気を締めましたかね、さあ第8ラウンドに入っています。また出てきます。ルイス・メンドーサはやはりまたあの左を狙っていますでしょうか。
2年9ヶ月のブランクから復帰しまして、これが第2戦、しかもタイトルマッチです。ルイス・メンドーサ、左の、はい、ロンドンの左の打ち方を大きく打ったり、まっすぐで打ったりするんで、タイミングはつかめないんですね、メンドーサの方が。ええ、デブロから蹴り、コーナーに入っています。レディノウッド、ただ右の使い方、ノウッドもう一つですね、はい、左ですね、あと右フックの返しとかですね、右のジャブをポーンと放っといて、それをフィントにして左を持っていって右フック返すとかですね、それしないですね。フェイクになりましたけど、また狙い始めましたね。半ステップずつ入っていきました。当たりませんでした。フェイント気味になったんですが、パンチを入れるまでは至っていません。ハグラー、小型ハグラー、フレディ・ノウッド。ベテランですね、ボディ狙ってきましたね。ブロック返す右、いやブロックはしてます、ブロックしましたか、強いパンチですけどブロックはしてます。残り40秒切ります。第8ラウンド、メンドサ陣営がやはりボディ狙わせるというのが一つの方法ですね、はい、というのはノーザやはり外側から動きが止まりました。動きが止まった。どうしました今、ちょっとローブローだって言ってるんですね。あ、左だったとか、いきなり動きが止まった瞬間がありました。こっちはローブローじゃないっていう主張してるんですね。しかし続行です、続行です。ゴングが鳴りました。第8ラウンドを終えています。まあ、ポイントはノウドですね、はい。まあ、7ラウンド目はですね、危ないシーンもあったんですけど、また持ち直してきましたね、こちらがチャンピオンフレディ・ノウド。右を押さえて左、そしてまた右で押さえて左、だから三連打になってないんですよね、左右左、だからリズムが悪いんですよ。WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ、ハイライトでお送りしています。11ラウンド目に入りました。ボディボール、また詰めてきました。これはブロックは知っていますけれども、ボディブロー、ボディブロー、今のボディブローの中のローブローもありますけど、そのまんま上に返してますから、レフリーとするとストップも。そうなんですね、結構考えたボクシングやってますよ。なるほど、はい。終始、おっとこの試合一発を狙っている、そんな感があります。チャンピオンのフレディ・ノーウッド、いただきます。
さん、このラウンド特に顕著ですね。なんかこう一発に溜めて持っていこうという、プレッシャーかけてるんですけどね、はい、それで無駄打ちをしないという感覚なのか、ちょっと聞いてみないと分からないところなんですけど聞いてみたいですね。ちょっと狙ってるんでしょうね。あ、やっぱりそうですかね。これはダメです。引っかかっていきました。まあ今日のボクシングはなんというかあれですね、バランスの良さ、ディフェンスの良さというボクシングではないですね、はい、パワーでねじ伏せてやろうと、まあまあ、ベテランオールドタイマーはですね、パワーでねじ伏せてやろうっていう、そういうちょっと荒いボクシングですね。11ラウンド目終了です。このラウンドはどう見ましたか。まあ、プレッシャーをかけてるのはそのハグラの、ハグラっていうかあのノウトなんですけどね、またハグラ、はい、はい、メンドサもそれほどいいパンチ当たってないんですよね。そうなるとですね、リングジェネラルシップペース支配でですね、私はノウトにポイントを振り分けますけどね。そうです、まあ、このラウンドはどちらともつけられるラウンドですね。まあ、ついハグラと言いたくなるような、なんとなくやっぱり友達、顔立ちも見ています。ただボクシングの質っていうか、その組み立てですね、リードパンチからその利き腕のパンチ出してパンチを返す、そういう組み立てはハグラーにはとても及ばないので、ね、稲葉ボクシングはその左偏重ですね、はい、左に頼りすぎですね、さあラストラウンドを迎えます。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ、チャンピオンノーウッドの2度目の防衛戦、そしてベテランルイス・メンドーサの返り咲きなるかという試合、まあ、チャンピオンになりますと異なった階級ですので2階級制覇ということになります。かつて持っていたタイトルは WBA の世界スーパーバンタムのタイトル、これは90年にまで遡らなければなりません。90年から91年にかけて持っていましたタイトル、ルイス・メンドーサ。一方現チャンピオンフレディ・ノーウッド、おっと、でもこれは低いか、何のチェックもありません。またスタイルは一緒のようです。ボディブロー2つ、そして顔面に返していきますフレディ・ノーウッド。いや、パワー防いだ。力強いパンチです。浜田さん、今の入ったのありました。ありますよ。あの、狙ってますね。最終ラウンドではありますけど、まだ狙ってますよ。はい、ノックアウトを狙ってますよ、ノーウ。最終ラウンドだからこそ余計狙ってくるか、フレディ・ノーウッド。2度目の防衛戦、ノックアウトで飾りたい、そんな気持ちなんでしょうか。まあ、ノーウッドはですね、やはり足がないんですよね。はい、なんか相手がですね、ロープ詰まって止まるとですね、ああいうその強いパンチを入れてきますね。メンドーサもですね、体の位置を変えて、そしてステップワークでですね、その頭の位置を変えるとですね、それほど相手攻めてこれないですね。していきます。互いに距離を取り合います。残り1分を間もなく切ります。左、まあ、たまにいいパンチ入れるのにですね、なぜその、はい、ノートを倒せないかっていうのを考えてみる必要があると思うんですよ、はい、これは面倒さやはりディフェンスが上手くて、それで体が柔らかい、パンチ殺してる面もありますよね。ナイスボディ、ナイスボディ、ナイスボディ、腰落としました。ダウンか、ダウンなるか、ダウンなるか、ダウンにつなげるか、あと36秒。ボディ効いてます。最後ラストラウンドでダウンを取れるか。あ、左フック、左フック、ボディ効いてますよ、ボディ効いてます。おー、ソロトウ1、ダウンだ、ダウンだ、ダウンです。2ラウンド目に続いてラストラウンドダウン。このまま試合はあと13秒、続行か。
ダウン取れないのは集中打がないからだって言って言おうと思ったら集中打しました、ね、しましたね。試合終了です。立ち上がったところ、あともう一発欲しかったんですが試合終了になりました。この試合2度目のダウンがラストラウンドに見られました。レディーノーウッド、まあ、最後のラウンドはもちろん 10対8ですね。ノーウッドです。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチは判定にもつれます。しかしこの判定は、まあ、差はきっちりとついていると思われます。このあたりは勢いできましたね。まあ、ノーウッドらしからぬっていうんですかね。もうすぐバランスよくディフェンスよくと来ると思ったんですけど、これだけ荒々しく振り回す選手だったんですかね。変わってきたんでしょうかね。スタイルがちょっと変わってきてるんですね。先ほどね、まあ、パーに自信を持ったって言いますか、パーに依存するボクシングに変わってきてますね。はい、相手ロープ詰めてですね、相手が止まってるとがぜん強いパンチ、力任せに打ち込んできますね。ノウと戦うときはやはりロープを背負ってですね、止まらないことですよね、はい、リング中央で戦う方がいいですね。Ladies and gentlemen, here is the decision of the three judges at ringside. Judge Hubert Earl scores it 117117-108 3対0、大差の判定ですね。2度目の防衛に成功です。フレディ・ノーウッド